この公式ファンクラブを発足することにされたんですか？なんかルーラは少し元気がなくなった時とか、やっぱりファンの人がなんか励ましてくれたり、なんか応援とかを感極まっていらっしゃいますけど、ルーラさん大丈夫ですか？ね、皆さんの声援が嬉しくて、ちょっとローラさん涙が溢れていらっしゃいますので、ちょっと涙をね拭いていただきましょうか。はい、大丈夫ですか？ね、皆さんのお顔を見てると涙が止まらなくなっていらっしゃいますが、そんな大好きな皆さんのためにファンの人が、はい、なんか応援してくれるとすっごい嬉しいと思って、そういうファンの人に何かを返そうと思って、はい、ファンクラブ開きたいってずっと社長さんにお願いして、はい、それで開くことになった、はい、もうその熱い思いと感謝の思い、皆さんにもね今しっかり伝わって、皆さんも涙が溢れていらっしゃって、今から写真撮るのに涙の発表となりましたが、うん、今ちょっとね涙も拭いていただいて、はい、このような思いのもとファンクラブを設立することになったそうなんです。